では、サイマーの、第三楽章第三部分でと言いましょうか、ピッチカートの説明しますね。で、あのこうピッチカード ここにおいてはあの右手の人差し指で内弦を弾いてやるんですね。弾き方としてはこう見てる通り右から左へ払うですよね。払ってる途中に弦があって、その弦に当たって音がしてるんですよ。で、弦に当たる場所なんですが、あんまり下じゃなくて、あんまり高いところじゃなくて、高いところ指が左手の指が来ますから当たっちゃうんですよ。ですから そこを避けて、少し下から上がったところを、まあ、下じゃなくてちょっと上がったところを弾くといいんですね。弾く段階でこう指が竿に当たることもあるので、それ当たっても構わないので、くれぐれもこういう曲がった状態でこんなことやらないで払ってね。それからリズムですね。ラトミンラトミンレシレラミトミンラトミンラトミンレシレラミトミンラトミンラトミンシレラミトミソミレドんソミレドレドラレレミトラですね。最初のラトミ一拍目の裏半拍から来てるんですね。そこをちゃんとまず弾く前に練習、歌の練習した方がいいんです。ラトミラトミレシレラミトミラトミラトミうんラトミですね。うんラトミうんラトミうん、こう手はねこうやって上下に一拍ごとに上下に動かしてください。ラトミってここでは刻まないで、一音ずつ刻まないで、うんラトミうんラトミうんレシレラミトミって きちんとこう下がるときは頭、上がるときはお尻、ラうんラうんラうんレうんレうんラうんラ、この練習が必要ですね。リズム感ですよ。なかなかねこうね、こう裏から出てきている音なので、あのつかめにくいと思うので、あの訓練が必要です。うんうんラトミうんラトミね、それが一つ。それからラトミで実際こう演奏こう音を出すときに、うんドとミの間が結構遠いので、指の感覚股をちょっと大きく広げてやらないと、これ例のシャープだよこれね、結構遠くまで指を伸ばさないと音が正確に取れないですから、うんですね。ラトミンラトミ、次はんレシレラミドミレシシを担当するこの人差し指はドと同じ指なんですよ。そこでドよりはちょっと上ですよって自分に言い聞かせないと、レドレラミドミになっているんですよ。ボーっとしてるとね、だボーっとしてないで、そこレシレラってちょっと耳を立てて、ちゃんと自分を出してる音を確認してください。これはねこううっかりするとね、レドレラじゃなっちゃったのね、レドレラじゃないでしょうって、レシレラミドミですからね、ちょっと人差し指を上にって自分に言い聞かせてくださいね。うんうん、そして2回目があります。2回目が少し静かに、うん、確
軽くね、うん、うん、うん、そして3回目また大きく、うん、うん、うん、ね、見てる通りこう大きく音を出したいときは大きく手を振ってるんですよ、うん、うん、うん、次は静かにやりたいときは小さく、うん、3回目まだ大きくやるときはまだ大きく、うん、うん、うん、はい、で、ソミレドレドラのソが遠いからね、うん、こう手を大きく広げて、意外と私たちもほら日常生活でこういうことをしないんじゃないですか、こうこんなのね、ですから中指と薬指の間が割と開かないんですよ。で、小指で下の音とか薬指で下の音を届けるときにてか届ける、うまく説明できない、あの取るときに頑張ってこう指を下にやらないと届かないんですよ。ちょっとそこ苦労してほしいんですね。ソとミの間が結構ありますからね、うん、で、ここランと弾き終わったら素早く手をすくい、手で、あの右手で弓をすくい上げてやる必要が出てきますよね。なので2部の最後でここ弾き終わった時にあんまり弓をこうやりすぎないように中にね、そうするとあとでやる時にここ持ち直すのがまた大変だから、こうほどほどこのちょうど弓がこの太ももの上に落ちてくるぐらい、この手が持つところがね、ここが太ももに落ちてくるぐらいの幅っていうか長さを残して、うん、そうすると一番それが一番安定するんですね。であまり短いと今度やってる間にこっちにずれてきちゃったりとか、で足りないとこっちに今度こっちにずれていったりとかするので、こうずれないように測ってちょっと置くといいんですね。やり終わったらポンと置いて、うんうんうん、幸いなことに一番最初の音が開放弦のミですね。そして次の音がソ、ソなので人差し指でやるのはやりやすいから、幸いなことに、結構力入れてやらないとかすなっちゃうから、これがまあだんだん4番になっていくんですけど、言いたかったのはこの3番と4番のつなぎ目、そして2番と3番のつなぎ目、つまり2番と4番は弓で弾いてることに対して3番は指で弾いてるんです。で2番が弾き終わった時に弓を置く作業があって、置いてから弾く、その切り替えがあるんですね。そして3番が終わった時にまた弓を持ち上げて弾くっていう切り替えの作業も出てきますから、このつなぎ目がですね、溶接のようでちょっと弱いんですね。やっぱりしっかり上手な溶接工がやらないと、あのうまくないんですよ。ですからそこ の, あの溶接をよく練習しないと、あのつなぎ目が弱いといざとなった時にあのドジを踏むんですよ、ね、そこを気をつけてほしいんですね。
そんなところですかね。